吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。向こうに見えるのはイジメルのマンションです。このマンションの取り壊しの裁判が行われておりました最高裁に、この上告をされておりましたが、棄却をされたという報道がありました。この長年、この争いが裁判の、このマンションの建設をめぐりまして裁判が行われておりましたが、最終的な結論が出ました。非常にこの不毛な裁判が行われておりましたが、これからは地域と協調していくというスタンスが求められるものだろうと思います。もう大半の皆さんがこのマンションに入居されていますし、そうした中での一つの時代が進んでいくんだろうと思います。こうした通りにもたくさんの建設反対、あるいはこのマンション反対の看板が立っておりました。上り看板が立っておりましたが、大半が今、覗かれまして、今、わずかのものが、この美しい街を作ろうという、街としては雰囲気に合わない、この上り旗が若干残っている程度の地域の様子です。こうした最高裁の裁判が終わりまして、棄却ということで終わりまして、一つの結論の状態に至りました。これからは、こうした地域の共存と、いうものが大きな課題になってくるだろうと思っております。そういう意味合いでは、こうした登り方も一掃されることを願って終わりたいと思います。以上です。